青山豪昌先生の、ちゃんとねこういう、このフィギュア用に書かれた、セリフの文章が書かれてます。小さくなっても頭脳は同じ、霊柩なしの名探偵。どうボス、何やってんだこんなところで。こんにちは、おもちゃ大好きマイクマンです。さあ今日紹介するのは名探偵コナン限定版ボイスフィギュア江戸川コナン VS 怪盗キッドです。さあこちら限定の商品です。マイクマンなぜか頼んじゃって大好きなんで、キッドとコナンを開けてみたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。はい、こちらですね、江戸川コナン VS 怪盗キッドの、ディレクティブボイスフィギュアということで、こちら限定品でございますね。ちょうど去年の、2023年度の劇場版に、予約開始されたものなんですけど、見てください、この箱がねかっこいいです。怪盗キッドがあったりですね、でこの横はコナンというこのねベストなツーショットでございます。これも本当に素晴らしいですね。2024年のコナンはまあ本当に怪盗キッドが主役なので、とっても楽しみです。そして裏にはですね、青山豪昌先生の、ちゃんとねこういう、このフィギュア用に書かれた、セリフの文章が書かれてます。わー、コナン君の声が聞けるフィギュアができた。あ、これ違いますね、これメッセージですね。豪昌先生のランとコナンちゃんのあの会話を、コナン君の声が、聞けるフィギュアができたんだねって、これ下手くそですけど、こんな風に素敵な文章も書かれております。青山豪昌先生からのメッセージが書かれて、さあ箱を開けていきたいと思います。開封。うわー、すごいな。これは見ててくださいね、もうしっかりね結構段ボールでね、梱包されてるんで、しっかり開けるのも大変だったんですけど、見てくださいこれね、見てくださいこれ、うわーすごい。いきますよ、3、2、1。うわーすごいな、これね、もう細かくできてるんで開封するのがもったいないぐらいなんですよ本当はね。でも開封しないとしょうがないので開けました。うわーすごいですね。でこれ見てください、こう鎖で、あの、こう何でしたっけ、手錠でコナン君とキッドが結ばれてるんですね。いやーすごいなーこれは。でこのフィギュア本当にこう造形も素晴らしくて、こうエモーショナルですよね。コナン君と、ね、このキッドが、ちょっとこの鎖が怖いので外さないでおきますけど、こうちゃんとこう2人が結ばれてる関係性がね、お互いがこういいですね。この造形美素晴らしいですね。これだけではないんです。このフィギュアの一番のポイントはこちらの台座。台座になんとフルボイスの、このフィギュアのためだけに、作られた、高山みなみさんと山口勝平さんの取り下ろしボイスが入った、吹き替え台座が、ついているという。このフィギュアだけでも素晴らしいんですけど、この台座がついてるって、早速この電池をね、こうつけてみたいと思いますんで、ちょっとお待ちください。こちらの台座素晴らしいですね。電池が入っておりました。でですね、この A と B って2パターンのこのカーソルがあって、まず台座をつけてみます。うわ、かっこいいなぁ。これはもう本当に素晴らしいですね。このようにして飾ります。素晴らしいですね。かっこいいですね。でですね、これ、その A と B パターン、例えば A パターンいきますよ。早速音を聞いてみたいと思います。 A バージョン、エイプリルフール、月が二人を分かつ時、漆黒の星の名のもとに波に誘われて我は参上する、怪盗キッド。わあ、キッドの声がね出てきます。花火、あ、ほらヘリコプター、こっちに気づいたみたいだよ。ボズ、ただのガキじゃねえな。江戸川コナン、探偵さ。ほう。それよりいいの？怪盗キッドさん。早く逃げないとヘリコプター来ちゃうよ。水上に落ち込むチャンスは一度だけ。逃げようと背中を見せるその一瞬。これで満足か？探偵くん。閃光弾？よーボズ、知ってるか？怪盗は鮮やかに獲物を盗み出す創造的な芸術家だが、
探偵はその後を見て難癖つける。ただの批評家に過ぎねえんだぜ。はい、ということでこのように、はい、ということでこのように、まあ、A のバージョンの一部を、流したんですけども、このように A と B と、2つのパターンの、バージョンがありまして、まるで本当にコナン君とキッドは会話しているのをイメージできるような、素晴らしいフィギュアになっております。これもコナンファン必見の必須のアイテムじゃないでしょうか。これね、来年の映画にも公開控えてるので、怪盗キッドはとにかくこのフィギュアを見ながら、こうずっとこう2人の会話を見たりするのもとっても楽しいと思います。ということで今日はコナン君と怪盗キッドのボイスフィギュアを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。真実はいつも一つ。